はい、皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。あいだよ。今回はフライデーナイトフィーバー、やっていきましょう。まあフライデーナイトファンキーのモッドですね。これは本家みたいにウィーク6まであるっぽいです。というわけで今回はチュートリアルとウィーク1やっていきますよ。チュートリアルが特に本家と変わらなければ飛ばすけど。というわけで今回のモッドは、不眠症っぽい感じで悩んでるのが主人公って感じですね。銃を持ってるわね。なんか銃を持ってるのは見たことあるが、戦ったりもしてるのかね。お、いい曲。チュートリアルだけど普通の曲ね。そこでミスることある。結構がっつり曲があったな。さて、これでチュートリアルは終わりだろうし、ウィーク1もこの調子。ちょっと待って、終わったと思って手を離してたよ。危ない危ない。さて、結構ストーリーも謎が今のところ多いし、早速ウィーク1行きましょうか。難易度はハードなのね。よっぽど厳しそうじゃない限りハードでいいかなって。
とりあえず話をまとめると、酔った勢いでなんか主張の座を渡すルールを作っちゃってこの男性。だよな。まあこの変身人間に狙われてるって感じか。あとフェーバーは髪型をいじられると怒っちゃうみたいだね。
とりあえず分かったのはこいつ、かなりヤバいやつってことかな。私も相手にしたくないわね。なんていうの、こう、ド M ってやつなのかしら。私には分からないわね。そういや主人公の立ち絵変わったか、悪魔っぽい見た目になったね。やはり降参曲目ってのはどいつもこいつも難しい曲ばっかだな。というわけで今回はこれで終わりだね。次回はウィーク2ね。このモッドはとある曲を聴いて知ったから、その曲と出会うのがいつか楽しみだよ。それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。